丸めにもしたいし、垂れ目にもしたいしね。丸めにもしたいし、丸垂れ目だ。そうですね。目を大きく。このマスカラいい匂いしない？はじめまして、ジュラです。普段は主にケラさんやゴスロリバイブルさんに読者モデルとして活動しています。今日は鎌田さんに初のロリータメイクをしたいと思います。こんにちは、鎌田ありさです。私は普段ギャルメイクしかしないので、今日はジラさんにロリータに似合うメイクをしてもらおうと思います。とても楽しみです。まずは BB クリームを塗りたいと思います。ベースメイクは薄めの方がいいんですか？いや、もうその時の気分、ね、気分でですね。ベースはいつも BB クリームだけ？ BB クリームとパウダー。あ、そっか、じゃあ下地とファンデーションとかじゃなくて BB クリームだけ。はい、次はパウダーを塗っていきたいと思います。そのこするのはポイントなんですか？これなんかこすってなじませた方が、うん、早くなじみやすい。あ、そうなんだ、うん、今度からやります。はい。これを使って眉毛を描きたいと思います。眉毛は結構しっかり描くんですか？眉毛、そうですね、結構しっかりめ、うん、本当に元の形を残すように描く感じですか？なるべく自然に見せたい。自然にするのがポイント。ちょっと垂らしたい、うん、なるべく優しくしたい顔を。いい感じに下がってる眉尻が。形を整えていきます。なんか描くっていうか塗ってるみたい。塗ってる、うん。あー、怖い。怖い。人にするの難しそう、うん。初めてですか？人にするの初めてですね。ですよね、普段やんないもんな、うん。はい、目玉眉メイク完成です。はい、クリームシャドウを塗っていきます。これはアイシャドウのベース的な感じですか？そうですね。次はアイシャドウを塗っていきます。最初にこの色を塗っていきたいと思います。ちょっと真ん中だけ、うん、ちょっと濃いめに塗るようには意識してます。黒目の上らへん。そうですね。へー。目尻にもちょっと濃いめのブラウンのシャドウを入れるんですけど、うんうんうん、丸めにもしたいし、垂れ目にもしたいしね。丸めにもしたいし、丸垂れ目だ。そうですね。なるほど。次はこのブラウンのシャドウを目尻に入れていきます。さっきのと同じ色？同じ色。うん、次はこの真ん中の雨のシャドウを目頭に入れていきたいと思います。こっち側まで入れるのがポイントですか？そうですね、ちょっとだけこっちも入れて、うん、目を大きく。こっち側もこっち側も大きくね。どっちもそうですね、うん。次はブラウンのラインを描いていきたいと思います。自然に黒よりは見えるかな。そっか、ナチュラルに見せつつちゃんと目を大きくする。そうですね、ギャルもあからさまに濃くしますからね。
丈夫かな。あ、上手。大丈夫ですか。めっちゃ綺麗に弾けてる。ここの目頭はあえて描いてない。あ、本当だ。あんまり描かない方が、こっちから描いちゃうときつく見える気がして。ああ、目の形にもよるかもしれないけど。でもそうかも。ここまで入れるとすごい目きつく見えますよね。内側を埋める、はい、埋めます。じゃあそれは自分でやります。これは人のやるの怖いですね。怖いね。メイクさんってすごいな。いい感じです。はい、はい、下まつげにマスカラを塗っていきたいと思います。なるべくは何だろう、まっすぐに塗りたい。あ、下に。そうですね、見せてください。お手本。ボリューム出すっていうよりかは下に伸ばす感じ。そうですね。上は塗らないんですか、あえて。今日は茶色のまつげを使うので、うん、塗らない方が自然かなと思って。そっか、うん、このマスカラいい匂いしない。あ、なんだっけ、なんかのサンスキーって書いてありました。桃みたいな匂いがする。かなすごい。欲しい。それこれはキキララだ。しかもラブライナー探します。はい次は茶色のつけまつげをつけていきたいと思います。こう、あれですね、本当に目尻寄りに。そうですね、下げてつけるんだ、うん、黒目の上ぐらいからつけるんだ、うん、そうですね。やっぱすっぴんの目が自分はちっちゃいね。より大きく見せるようにね。そうですね。塗る前から混ぜるんだ。混ぜちゃいます。ピンクオレンジみたいな色にするんですか。そうですね。この黒目の真下を大変に塗っていきます。丸く入れるんだ。結構丸く。そうですね。いつもこう横長に入れるから新鮮。最後にリップを塗っていきたいと思います。このようにくるんと内側にカールしていきたいと思います。こんな感じ、いい感じ。大丈夫ですか。可愛いです。なんかやり方のポイントとかありますか。やっぱ毛先よりかは、うん、結構ちょっと上の辺から、なんかあったりとかね、そうですね、から巻くといい感じになります。お、いっぱい挟みすぎるとダメですね。今早くやろうと思って、はい、いっぱい挟んだら後ろがちゃんと巻けなかったから、こんぐらいずつ挟んだ方がいいかも。なんかいつもと顔が違う。なんか幼い、若返れるな。こんな感じでどうですか。いい感じです。はい、これね。お、いい顔。じゃあこういう感じ。かわいい。どうでしょう。すごい、初めて。これはテンション上がりますね。初めてこういうファッションもしたしメイクもしたんですけど、いつもと全然違う自分になれて、せっかく女の子だからこういう服も着たいし、メイクもいつもよりかなり女の子らしいお人形っぽい感じの印象だったので、こういうのもぜひこれからもやってみたいなと思いました。私がジュラさんにギャルメイクをするバージョンもあるので、ぜひ見てみてください。はい、普段ノーズシャドウとかやらない。あの、どうやって入れるのかわかんなくて、メイク落とさないにちゃったり。まつげが長いから塗りやすい。めちゃくちゃ鼻が低いんで。そうね、高い方ではないかな。イエーイ。はじめまして、ジュラです。もう一回。頑張れ。はい、
例えば声も少し発展声大きめ声大きめで、ね、ハさん普段ぐらいで大丈夫です。今すごい合わせてくれてるタカさんが分かりました。普段ぐらいの方が声張ります。匂いかごうと思ったら鼻につけちゃった。あ、でも眉毛どうしようって思って、いつも描いてない、はい、描いてるけど人の使いで、やってみてください。大丈夫、きっと大丈夫ですかね。多少変でも前髪で隠れるからバレない。あと映像編集で綺麗にしてくれるから大丈夫。優しい。詐欺師でな、はい、いつも映像見たらなんか肌綺麗になって。あ、余分なの撮ってるんだ。撮っちゃいます。忘れてた。先に、はい、笑っちゃう。いつもピンセットとか使わずに指でつけるんですか？なんかピンセットうまく使えなくて逆に難しい。せっかく女の子だからやっぱこういう服も着たいし、うん、初めてやってるって人が初めてすごい髪が長いのでね、めちゃくちゃ長い、うん、だから、まあ、三つ編みだったり、うん、あと毛先だけ緩巻きにしてツインテールだったりとか。ツインテール絶対可愛いですね。いやー、まあでもね、短くしちゃうとどうなのかなとか思って。ずっと髪の毛長いの？長い、もう4、5年はね、だってここまである。しかも三つ編みしててこれだからもっと長い、うん、長いんですよね。だからもうね、アレンジ大変じゃないですか？何もできないからちょっと切ろうかなと。でも長いとなんか巻いたり結んだりするだけでお人形さんっぽくなるから楽しそう。重いし重たいんだ。重たい。でも三つ編みってロリータの服とかに似合いますよね。似合いますね。ね、